おはようございます、じゅんです。今日はアコーディアさんの砦桜ヶ丘ゴルフクラブに来ております。そしてですね、私今一人で立ってるんですけど、今日は一人ではございません。なんと美人なゴルファーを呼んでおります。まあ、早速お呼びしようかな。お願いします。お願いします。お願いします。はい、アルチビオさん美人広報担当の中島ありさちゃんでございます。お願いします。よろしくお願いします。すごい出てきにくいです。前回はい、プレスルームお邪魔させていただいて、はい、今回ラウンド企画ということで、はい、一緒にラウンドさせていただくんですけど、まあ、前半は、はい、まあ、アルチビオさんの、今日ねウェア着てるんですけど、ウェアのご紹介とか、はい、アルチビオさんとか、まあ、あとありさちゃんについていろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、後半はアルチビオさんからなんとプレゼントをいただいておりますので、プレゼント企画ということで後半は対決をしていきたいと思います。ちょっとじゅんちゃんが手強すぎる、手強い手強すぎるんですけど、ちょっと頑張って、はい、アリサちゃん結構なんかいろんな YouTuber さんと対決してるけど、そうですね、なんか全勝してるって今のところ伺ったんですけど、ちょっと私も負けないように頑張っていきたいと思います。いいですか。頑張りたいと思います、はい、はい。じゃあ早速ラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。エリスキーで今日はやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。旗右取り切って、5番アウトで打ちます。はい、よいしょ。お、はい、おまあ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 大丈夫か。大丈夫。パー5だから。そうですね、うん、5番アウトでやろうかな。ラウンド3日目なんで体が重いです。オッケーです。はい。はい。7番アウトで打ちます。間違えた。7番アイアンで打ちます。はい。ショー。ショー。ショー。なんか緊張してるようで、でもナイスショットでした。本当ですか。まぐれで当たりました。50ヤードもない気がするな。多分45とかぐらい。はい、58で行きます。今日3日目なんですか、ゴルフ。あ、そう。やば。今日3日目なんですよ。でも今日レディースでよかった。だから熱中症だけあれですね。そうですね。気をつけた方がいいですね。はい。ちょっと溜まってると思うんですから。もう今日も暑いけど、昨日の方が暑かったかも。もっとジメッとしてる。ああ。今日ちょっとカラッとしてるから。今日まだカラッと。昨日の動画は前半結構暑くて、全然ダメでした。
2人とも。ナイスパー。よかった。ナイスパー。まぐれのパーが。アリサちゃん、前出た、前会ったのが2年前とかかな、あれ。前会ったのゴルフですか。そう。撮影の時。撮影はね、多分ね、4年前ぐらいになるんだよ。そんな前、うん、はい、確か4年前よりめっちゃ上手くなってる。あ、本当ですか、うん、嬉しい。すごい上手。じゅんちゃんに来ていただけるなんて。いやいやいや。はい、それでは今日の、はい、マルチビューさんのレア、はい、紹介お願いします。はい、今回はちょっと夏っぽいデザインにしてみて、はい、あとちょっと後ろ向いてみてください。ここボーダーになってるんですけど、なんと私もボーダーでピンクコーデっていう感じで合わせてみて、うん、あと今季がネオポップなので、はい、例えばじゅんちゃんだとこの袖のところにネオンのオレンジが入ってたりとか、うんうん、あとこのスカートのラインにも、あ、ここにもね、はい、あと靴下ですね、靴下にも、はい、ちょいちょいネオンカラーが入ってて、はい、ちょいちょい、はい、ちょいちょい入ってる感じになってます。はい、で私もスカートはマーメイドスカートになってたりとか、うん、かわいい、こう広がってるのかわいいね。そうなんです、女の子らしいですよね、うんうん、あと後ろがボーダーとか、はい、はい、こんな感じの着るだけで楽しいようなデザインになってます、うん、夏らしいですよね、やっぱね、はい、こういう色はね、うん、なんか珍しいですよね、ちょっと、うん、なんて言うんですか、ちょっとくすみカラー、うん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 、ちょっと珍しい感じも新しいんじゃないかなと思います。はい、で今回はですね、私たちだけじゃなくカメラマン山ちゃんの分も、はい、ウェアを用意してもらいました。無駄にはい、ありました。ありました。7番アイアンで打ちます。はい。惜しかった。バンカー。バンカーです。チュンちゃん2打目ですね。2打目です。近いですね。はい、87ヤードってカートが言ってるんです。ピッチングで軽く打ちたいと思います。ナイスショー。あ、大きいか、大きいかもしん、止まった、どうだかな、オッケーです。3度で打ちます。ナイス、おー、行った。ここまっすぐに見えんだけど、どっちやろ。あ、そっち、あ、全然足りない。こうだった、んから、そっちだと、でもこうだったよね、多分、うん、やばい、いいよ、うん、惜しい。ありがとうございます。じゃあ、なんかミスしても短いから、はい、セカンドも距離短いから、あ、なんか泣く。純ちゃんレベルだと違う、そうですよね。レギュラーティーだとミスしたら200とか残っちゃって、あ、確かに、そう、全部ちゃんと打たないとダメなんで、そこがね、ちょっと厳しいんですよ。完全防備。絶対焼けたくない。これあのアメリカ行った時に買いました。
これいいなぁ。足まで入るんで。確かに。本当だ。そう。暑くないんですよ。ここら辺じゃないですか、深さって。はい。で、なんとなくやっぱ入ってくる。はい、ここまで来ると。これは女子いいっすね、必須っすね。もうちょっと軽かったらなおいいんですけど、うん、ちょっと重いんだ、大きい分。重いですね。で、一応大きいんでここが空いてて、お、でも風が抜けるようになってるんですよ。へー、軽いやつだとね、イオミックさんのやつででっかいやつがあるんですけど、もう売ってないかもしれないんですよね。昔使ってて、それもでかかったんですよ。これ各メーカーさんチャンスですね。いや、絶対あの大きさじゃないですか。うん、比べますか。うちもそうなんだよな、これ。あー、全然違う。あれでも結構大きく見えるけど、うん、比べると全然違う。そうでしょ。このね、これはすごいいいです。で、もうちょっとなんか多分ここを軽くすればいいと思うんですけどね。これでも本当に出してもバズりますよね。ビューティーゴルファーは必須ですね、これ。はい、みんな欲しいって言って、うん、いい、その場でアマゾンで買ってる人もいました。男の人で。俺それ、そっち刺したいみたいな。いい。これ雨の日でもいいですか？一応雨でも使える。あ、そうなんですね。うん、けど雨で使うと濡れたまま入れたりしてカビ生えたりするので、おすすめではないですけど。ちょっと、か変え、うん。これも全然違いますかね。全然違うかどうか。あ、すごい。変わる？しっかり日陰になります。涼しくないですね。涼しい。体感も全然違います。うん、すごい。アリさんの身長ですっぽりだから、確かに最高だよね。うんうん、ちょっとやっぱ重いから、うんうんうん、そこを軽量化どれだけできるか。これは必須になっちゃいますね。これメーカーはサンマウンテンです。アマゾンでね、なんか売ってるみたい。日光防ぎそうですね、サンマウンテン。なんかね、長さもなんかあるみたいで、これが60、これが確か長さだったかな。60、なんかあれじゃない？それだとプロテクションって書いてあるから、それはあれなんじゃないか。これはあれなのかな、太陽の、うんうん、防ぐあれなのかな。ちょっと行きますか。右目を狙っていく。え、やばいかもしれない、これ行ったわ。池です。珍しいですね。めっちゃ開きました。チンピンじゃないからいい。当たってましたよね。うん、右向いてたのかな。あ、左向こう。ナイスショー。いや、大丈夫。バンカーも避けてる。あ、よかった。ナイスショー。ありがとうございます。うまいです。池に入ったのでレフリーかな。スティングでやってます。たぶん100ちょいぐらい。あ、これも行けかもしれない。やばーい。わー、惜しい。もう一回、あっちの横からかな。あっち、はい。結構いい当たりでしたよね。89。あ、じゃあ200ぐらい飛んでますよ。です。2連続池です。総八で打ちます。
聞こえた、オッケーって聞こえたけど聞こえたよね。いや多分いいショットって意味のオッケーです。あ、それオッケーね。そんなあれはね、怒られちゃう。あれはね、あの距離はね、あれは甘いって言われちゃう。うちの視聴者さんに怒られちゃうけど。2回やったから。ああ。ゴルフコンペだったらここハンデホールでハマってる。ナイスパー。危なかった。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパーです。